はい、皆さんこんにちは。2年前に今頃ですけども、尖閣沖のですね、領海侵犯体当たり事件が起きた後もやはり多くの人が、集まったことを思い出します。それから2年間経ってますます、日本がこう脆弱になってきたところをついてきた、シナの今の戦略、そういったものに対してですね、先ほど、挨拶をした、ベトナムの方、そして、南モンゴルの方、あと、ウイグル、チベット、それと台湾と、今まさに、シナのその覇権主義によってですね、脅かされている人たちと、これからどんどん連携して、ますます連帯をして、つながっていかなければ、いけないと思っています。早速ですね、ワシントンポストがですね、昨日ですね、日本でも、やっといろいろ動きが出てきたと、その政治の動きでですね、例えば集団的自衛権を認めるという政治家が総裁選に出てくるとかですね、そういうことを書いてきて、それで、日本はちょっと右に行ってるというような記事になってましたけど、それに対してその記事の中で、別のコメントが入って、そうではなくて単に日本はニュートラルに今戻りつつあるんだと、それはワシントンポストが書いた通りですね。ですから今日ここに、来ている海外のメディアの方はですね、日本のこれ右派が集まったというように書いたとしたら、それは大笑いなんですね。全然右派でも何でもない、みんな普通の人が集まってるだけなんです。ですから、ここに来ている海外メディアの方はそのことをまず最初に、書いていただきたいと思います。最後に時間がないのでちょっと一つだけ申し上げたいんですが、これ台湾の方から悲痛なメッセージが届いています。私のところにも来ました。台湾の方が、特に若い留学生がですね、の家族の方とかみんな心配してるんですよ。要するにシナ人と間違われないんじゃないかということで、台湾でもそういう人が多い。だから日本にちょっと行きたいけど、どうしようかっていうふうに迫ってたりとかですね、何か迫害されるんではないかという、そういう心配なんです。だから、そういう方には僕返事をしました。いや、そんなことない。ちゃんと台湾人とシナ人は違うんだ。私は台湾人だってことを言えば、絶対日本人はそういうことしませんからと。そのことを伝えました。ですから、今日ここにお集まりの方々もですね、その辺を十分、理解して、台湾の方には、同志として、接してあげるようにお願いいたします。とにかく今回のですね、この反日暴動というのは、これはパブロフの反日ドッグに対して反日の餌を与え続けてきた中国共産党の自作自演が失敗しただけの話なんですね。で、それも恥ずかしいことに習近平と胡錦涛との間の権力争いの結果じゃないですか。もうバカバカしいったらありゃしない。そういったまさにシナの共産党の茶番劇を私たちはこれから告発していきましょう。今日はよろしくお願いします。